コントレールは日本の競争馬、日本競馬史上8頭目のクラシック三冠馬であり、7ディープインパクトと親子での無敗クラシック三冠を達成した。三冠競争以外の勝ち倉は2019年のホープフルステークス東京スポーツ杯2歳、ステークス2020年の神戸新聞杯。本場の母、ロードクロサイトは2011年9月に開催された。 キーインランド一切馬セールに上場された際、日本からノースヒルズ代表、前田浩二の代理として参加していた、上京師の矢作義人とノースヒルズゼネラルマネージャーの福田博史に、両決を見込まれ、38万5千ドルで落札された。その後日本へ輸入され、2歳児に、滋賀県、立東トレーニングセンターの矢作旧社へ入居して、中央競馬でデビューし、 二歳児は四戦して二着二回、三着二回という戦績でシーズンを終えたが、三歳になると二桁着順での大敗を繰り返した。地方競馬へ移籍させて再起を図るという選択肢も浮上したが、七月の中京競馬場での未勝利戦を最後に未勝利のまま現役を引退し、北海道ニーカップ町のノースヒルズで繁殖牝馬となった。ロードクロサイトは、 繁殖入りした初年度はゴールドアリュールが種付けされ本馬のハンアバーンフライ、2年目はダイワメジャーが種付けされハンアアアナスタシオを出産した。福田によるとこの2頭をロードクロサイトに荒廃させたのは将来的にディープインパクトを荒廃させることを見据えたものであり、ディープインパクトの産区は小柄な馬が生まれる傾向があったため、 最初の2頭がしっかりした馬体を持つ子を産むか確認した上でディープインパクトを荒廃させることを決めたという。バーンフライアナスタシオの2頭は確かな馬体を持って生まれ、アナスタシオを出産した2016年の繁殖シーズンにロードクロサイトは初めてディープインパクトと荒廃され、これを受胎した。2017年4月1日、ロードクロサイトは青影の馬、 後のコントレールを出産。生後一週間ほど経った時に、矢作から見分を受けたが、矢作は,は、その第一印象について、兄や姉とはタイプが異なり、ディープをつけるとこんな馬ができるんだ、と思いましたと言い、コンパクトにまとまった体型をしていた本、馬をディープにそっくりだと思ったと振り返っている。牧場関係者からも骨量豊かで、 柔らかさを備えた馬体や人間に対して従順な性格を評価され、ノースヒルズでコンサルタントを務めるスティーブ・ジャクソンは、コントレールを当世代の中でもトップクラスの馬として、たびたびリストアップし、年4回行っている、全頭チェックの中でも常に高評価を与え続けた。しかし、関係者の多くは2013年の東京優秀、優勝馬絆との比較において、 生まれた当初から絆に対して将来の活躍を嘱望する関係者が多かったのに、対し当時のコントレールに対しては絆ほどの活躍を想像をすることはできなかったという声が多かった。青影、流星は受話器のような形ニューまでの約半年間をノースヒルズで過ごし、その間に怪我や病気にかかることは一切なく成長した。 その後当時開場して間もなかった中期育成施設のノースヒルズ、清畑に移動。2018年9月に鳥取県の大仙ヒルズに移動して育成調教を開始。しかし、調教が本格的に開始してすぐに足元に不安が見つかり、1歳の終わりから2歳の5月まで気場調教が控えられ、タバトの別メニューで引き運動や、 ウォーキングマシンでの調整が行われたが、気象状況が再開されてからは芝叩く間に、同期の2歳馬と同じメニューに対応するほどにまでに、状態が良化した。2歳の8月中旬に、立党の矢作休舎に入球。想定は1991年の二冠馬、東海帝王の想定を担当した柿本淳二の息子である柿本弘持が担当することとなった。柿本は、 コントレールの歪めについて、いい意味でコンパクトな歪めであり、歩み様は友が突っ込むことなく、前後の力のバランスが良いと感じ取ったという。場名の意味は、飛行機雲。なお、同盟の競争馬が過去に、中央競馬に存在していた。2019年9月15日、阪神開催の新馬戦で、福永雄一を安定にデビュー。単勝を追って7倍の一番人気に支持され、 大外枠からコースタートを切ると直線で抜け出し、2着に2羽新反差をつけて初勝利を挙げた。福永はセンスが良く、勝ちっぷりも良くて言うことなし。スピードが勝っているタイプなので距離はやってみないと、わからないが、とてもいい勝ち方ができたとコメントした。次走の東京スポーツ杯2歳ステークスでは、前週の競馬で、福永が社交志向の日から、騎乗停止処分を受けていたため、 ライアン・ムーアが起乗した。単勝2.5倍の一番人気に支持されたが、レース前に、輪乗りで暴れ、これで振り落とされたムーアが左肩を強打する、アクシデントが起きた。しかし、レースでは、道中5番手に位置し、直線で外から並ぶ間もなく、先頭に立ってムーアが、ゴーサインを出すと一気に加速して、後続を突き放し、2着のアルジャンナにゴバ審査をつけて、 芝千8 0 0メートルの2歳、JRA レコードを1秒1更新する1分44秒5を記録して優勝した。レース後にムーアは強かった。いい位置で我慢できて、最後も伸びてくれた。こんなトップクラスの馬に乗れて嬉しいとコメントし、ヤハギはここまでとは思わなかった。こちらの想像を超えていた。正直、1800メートルまでがギリギリかもという気持ちも、 あったが、この内容なら少なくとも2000メートルは大丈夫でしょう。王道を歩んでいきたいし、2400メートルでも、こちらの想像を超えてほしいと語った。パドック表彰式その後は、GI 初出走となるホープフルステークスに出走。安状には福永が復帰し、前走の内容が評価されて、単勝オッズ2.0倍で一番人気に支持された。スタートが切られると、 コントレールは前へ行きたがる素振りを見せたが、福永がなだめて、道中は4番手につける。3コーナー付近から前方へ進出し、最後の直線でレースを引っ張ったパンサラッサをかわして、先頭に立ち、同馬に一番新本差をつけて、GI 初勝利を挙げた。福永は、この勝利で2歳 GI 完全制覇を達成し、前走と求められる要素が全く違う舞台で、 しっかり結果を出してくれた。とてもいい瞬発力を持っているが、好意からしのぎきる足もある。センスも良く、現状ではあまり言うことがないとコメントし、矢萩は、育成段階で半年乗れずに休んでいたことを、考えれば、とてつもないポテンシャル。これからクラシックを戦っていくために、馬体を15から20キロ増やして成長してほしい。負けていないということは、非常に夢を持てると語った。 ノースヒルズ代表の前田浩二は安心して見ていられた。欲を言えば小馬身ぐらいは突き放して欲しかったねと語り、ノースヒルズ生産のディープインパクト産区の GI 勝利が2013年の東京優秀での絆以来となり、向こうはナタの切れ味、こっちはカミソリの切れ味がある。なかなかこれだけの馬は見当たらないよと評した。当年はこれで出走を終え、 後日陣営から年明けに大戦ヒルズへ放牧に出された後、クラシック初戦のサツキ賞に直行することが明かされた。2019年の JRA 賞最優秀2歳ボバを決定する投票では、同じく参戦無敗で、朝日杯ハイフューチュリティステークスを制したサリオスを抑えて最優秀2歳ボバに選出された。無敗での二冠達成年明けに大戦ヒルズへ放牧に出され、 サツキショーまでは3ヶ月のレース間隔があったが、その間は筋肉が硬くならないようにほぐす調整が行われた。3月18日に立党に帰球し、4月19日に中央競馬クラシック3冠の初戦、サツキショーに出走。出走メンバーにはコントレールを含めて4頭の無敗馬がなお連ね、コントレールは単勝2.7倍の一番人気に支持された。 スタートが切られると、コントレイルは行き足がつかず、中段より、後ろの12番手を追走。しかし3コーナー手前で外に進路を取ると馬なりで、回り、4コーナーでは先段に取り付き、ここから一気に伸びて先頭に立った。そこに内から立ち回って、馬体を寄せてきたサリオスとの叩き合いとなったが、ハンバシン、サリオスをしのいで、先頭でゴール。 前年のサートルナーリアに続いて2年連続で無敗でのサツキ賞制覇を達成した。レース後に、福永は大変なレースになったと思ったが、僕にできるのは馬を信じることだけ。慌てず、自信を持って騎乗したと語り、矢萩は枠順とか、道割とか、いろいろ言われる中で強い馬は強いということを見せたかった。証明できて嬉しいと感想を述べた。 ノースヒルズ生産場のサツキ賞勝利は2002年のノーリーズン以来18年ぶり、やは福永は共にサツキ賞初勝利となり、福永はこの勝利でクラシック競争完全制覇を達成した。その後は大戦ヒルズへの短期放牧を挟み、クラシック3冠の第2戦、東京優勝に出走。この年は、 戦時中だった1944年以来76年ぶりとなる無観客開催で行われた中、コントレールは単勝1.4倍で一番人気に支持された。2005年の父と同じ3枠5番からコーススタートを切り、道中は3番手の内側につけた。向こう正面では横山のりが起乗するマイラプソディがまくるように上がっていったが、福永は、 慌てることなく人馬のリズムを保つことを守ることに、専念し、直線に入って福永が、馬場の中ほどへ誘導して、そこから追われると、コントレールは鋭い末、足を繰り出し、2着のサリオスを3シに突き放して1着で、ゴールし、父、ディープインパクト以来15年ぶり7投目となる、無敗での2冠を達成した。富士での無敗の2冠達成は、 シンボリルドルフ島海底王以来史上二組目の記録となった。2018年のワグネリアン以来となるダービー二勝目を挙げた福永はどうしても遊んでしまうところがあるが逆に考えると遊びながらダービーを勝ったわけだから相当優秀な馬。無敗場で挑むダービーは初めての経験だったが画面越しに見てくれている人たちのことを思いながら帰場した。これで スターホースの仲間入りを果たしたと思うし、起乗していたことを誇りに思うとコメントした。2012年のディープブリランテ以来となるダービー2勝目となった矢萩は、綺麗な横綱相撲だった。本当に強い。ファンの方がいなかったのは残念でたまらないが、馬を褒めてあげたい。疲れた。嬉しいというより、肩の荷が降りたと語った。前田浩二は2日前に、 航空自衛隊のブルーインパルスが医療従事者への感謝で空に飛行機雲を描いたことに触れてコントレールへのエールのように受け止めていたと語り、矢作、福永、牧場関係者に感謝の気持ちを表した。前田は同時に参観達成がかかる喫箇所への出走を表明し、矢作はそこが知れない。一回一回、僕の想像を超えてくれる。終わるごとに、 距離への自信が深まっていくし、今日の折り合いを見ても大丈夫でしょうとコメントした。後日や範囲から順調に調整が進めば9月27日の神戸新聞杯で指導し、ボバ三冠の期待がかかる10月25日の菊花賞、コバとの初対戦となる11月29日のジャパンカップの参戦を予定していることを発表した。6月4日には東京優秀のレーティングが発表され、 コントレールは東京優秀市場において最高の数値となる122を獲得した。8月6日に日本中央競馬会が発表した上半期の JPN サラブレッドランキングではコントレールは3歳母バとしてトップとなる122ポンドを獲得した。3冠達成、ジャパンカップでの初黒星東京優秀後は大戦ヒルズへ放牧に出されて夏を越し9月4日に 立東に気球。菊花賞の前哨戦として出走した神戸新聞杯は、同レース7年ぶりのフルゲートとなる18頭が出走し、コントレールは単勝1.1倍と圧倒的な支持を受けた。スタートが切られると、道中は中段馬群の内側を追走し、3コーナーから前方へ進出を開始。直線に入ってもしばらくは束に包まれた状態だったが、 残り300メートル付近で前が開くと一気に先頭に立って後続を突き放し2着のベルトライゼンデにー馬審査をつけて優勝。福永はいかに進路を見つけてストレスなく走らせることができるかが課題だったと言い,い慌てないことだけは肝に銘じて乗っていたが瞬時に反応できる馬なので慌てずに直線へ向くことができましたと語り矢萩は 折り合い面も含め特に問題なかったし、前哨戦としては満点と評し、菊花賞に向けて京都が改修に入り、今の競馬場では最後の菊花賞、なんとか成し遂げたいと抱負を語った。神戸新聞配後、菊花賞が中3週で行われることから、コントレールは放牧に出されず、在運前や調整を経て、菊花賞当日を迎えた。 10月25日の競争当日は三冠達成の期待から単勝1.1倍の圧倒的な一番人気に支持された。スタートが切られると、福永から軽く流されて、中段のやや前目のポジションにつけた。しかしバグンがばらついたこと、コントレールが折り合いを欠いたことや、アリストテレスにマークされ続けた結果、うまくリラックスして走らせてあげられなかった状態でのレースを強いられ、 最後の直線では先頭に躍り出るも、アリストテレスが外から並びかける状況となった。しかし、コントレールは200メートル近い叩き合いの中で粘りを見せて、先頭を譲らず、首差でアリストテレスを振り切り一着でゴール。史上8頭目となる大間クラシック三冠を無敗で達成した。無敗での三冠達成は15年ぶり3頭目で、親子達成は本馬が史上初。 福永は1983年にミスター CB で三冠を制した吉永正人の42歳0ヶ月27日を更新する43歳10ヶ月17日での三冠達成となり最年長の三冠ジョッキーとなった。レース後福永はなんとかしのいでくれという気持ちで追っていた。馬が答えてくれて最後まで抜かせなかった。改めてすごい馬だと思う。ディープインパクトに続き、 その息子も無敗で三冠を達成したことは世界でも類を見ない大変な偉業を。その安情にいられたことを誇りに思うと喜びを語り、矢萩はこんなに疲れた経験は今までなかった。今日は一日、緊張していた。競馬の道を志した時から夢のまた夢だったので幸せ。やっぱり負けないということはすごい。今まで手がけたことのない。 神様からの授かり物だと思っていると語った。前田孝二は嬉しい。スティルインラブの時とはまた全然違う。いつかこういう日が来るとは思っていたけど、牧場を開いて36年、よかったと喜び、初めての距離だから最初は少しかかっているところがあった。直線もヒヤヒヤはしなかったけど、迫られているなと。だけど、 しのぎきるだろうと思って馬を信じていた。コロナ禍だが皆さんに希望と元気を与えるような三冠馬が出てよかったと語った。生まれ故郷のノースヒルズがある北海道ニーカップ町では達成後に近くの生産者や想定士、農協組合職員らに加えて鳴海修二町長などが集まり、福永と同じように三本指を立てて記念写真に収まった。 コントレールの三冠達成は世界各国でも報じられ、アメリカの競馬メディア、blodhorse.com は前の週にヒン馬三冠を達成したデアリングタクトと共にトリプルクラウンダブルの完成だと称賛し、日本のボバ三冠はフッツジー一外専門賞で2年連続2着だったオルフェーブル以来の快挙だと報じた。また、ブックメーカーの パディーパワーからは、翌2021年の外戦紋章の前売りオッズで、コントレールを8倍タイの一番人気に据えられ、当年の外戦紋章で有力視されながらも道悪を理由に回避した、イギリスの2冠ヒンバラブと同等の評価を受けた。菊花賞後、コントレールは、リフレッシュのため大戦ヒルズへ放牧に出された。次の出走競争について、ヤハギは、ジャパンカップを考えていたが、 菊花賞のレース内容と距離適正から回避することを考えていた。その後、矢作と福永がジャパンカップと有馬記念の出走に関する相談をした。そこで、福永から有馬記念の出走はやめてほしいとの要望があり、矢作自身も適正がないと考えたことから、ジャパンカップ出走、有馬記念回避を決断、11月5日、正式に ジャパンカップに出走することが陣営から発表された。11月12日に立党へ帰給したが菊花賞での激戦の反動から疲れが抜けきらず、18日に行われた最終追い切りでは合わせ馬で遅れてしまい、矢萩が記者会見をしようかと思ったと明かすほどの状況であった。しかし、福永がまたがって合わせ馬で追われたことで状態が上昇し、十五日の 最終追い切りでは軽快な動きを見せた。この年のジャパンカップは1日の天皇賞で中央競馬の GI 競争最多勝利記録となる8勝目を挙げてこのレースを引退レースと定めたアーモンドアイ、秋華賞で史上初の無敗での頻馬参冠を達成したデアリングタクトと3頭の3冠馬が対決するということで大きな注目を集めた。ジャパンカップ当日は 単勝オッズ2.2倍で、アーモンドアイが一番人気に押され、コントレール2.8倍、デアリングタクト3.7倍と続いた。コントレールは若干イラついていて、ゲートの中ではいつも以上にエキサイトしていた状態だったが、コースタートを切り、大逃げを打った奇跡を深追いせず、5番手につけたアーモンドアイ、そのすぐ後ろにデアリングタクトよりも少し離れた中段を追走した。 4コーナーでは、デアリングタクトの背後に迫り、直線に向いて、ババの大外に持ち出し、出走馬中最速の上がり34秒3の末、足を繰り出して、前へ詰め寄った。しかし、先に抜け出したアーモンドアイをかわせず2着に敗れ、障害発の敗戦を喫した。レース後、福永は、今日は、非常にタフな、バテアイのような感じになりましたからね。 最後は苦しく名手左に持たれてしまいました。それでも最後まで一生懸命諦めずに走ってくれたし、よく頑張ってくれましたとねぎらい、矢作は勝った馬が強いなと思いました。素直にリスペクトするしかありません。もう少し瞬発力、切れ味を活かせるようなレースになってくれた方がありがたかったけれど、条件は全場一緒、言い訳にならない。とにかく、 今日分かった馬が強かった。それに、うちの馬もすごくよく頑張って走ってくれたと思いますと、語った。以後、年内は、休養にあて、翌年の大阪杯を目指すことが発表された。2020年度の JRA 賞最優秀3歳母場に、記者投票満票で選出された。なお、年度代表馬の記者投票では、アーモンドアイに次ぐ2位であった。当初の発表通り、 指導戦は大阪杯となることが決定。本レースはコントレールのほかスプリントとマイルと合わせて GI レース3階級制覇を狙う、昨年の JRA 賞最優秀短距離場のグランアレグリア三歳クラシックで2度コントレールの2着となった公敵種サリオスの3強をはじめごとの GI 場のほか5戦5勝無敗で、 GI 初挑戦のレイパパレ等が出走することで大きな注目を集め2000メートルの経験がないグランアレグリアやコントレールに一度も勝っていないサリオスラに比べて実績面があることからオッツでは圧倒的な一番人気に押された当日昼過ぎからの大雨によりオモババの状態で始まったレースではレイパパレが花を切りコントレールは中段後ろからレースを進める 前半1000メートルが59秒8と、ババ状態からすると、ハイペースになる中、3コーナーに差し掛かりかけたあたりで進出を図る。その途中でグランアレグリアに並んだ際、グランアレグリアも反応して同時に進出を図り、ナイラ地沿いを進んでいた、サリオスと共に3頭でレーパパレを追いかけて直線に突入。レーパパレをトライにかかるも、 寝室に足を想定以上に使ったのと、重ばばにより、スタミナを奪われたのもあって、グランアレグリア、サリオスと同じく末足の伸びをかき、逆に、レーパパレに引き離された上、ゴール直前で後ろから迫ってきたモズベロにも刺されて三着に、敗れ、キャリア9戦目で初めてレーンを外す結果に終わった。陣営は敗因に、ババの悪化及び前半でので遅れを上げていた。今後は、 放牧に出され、自走は宝塚記念を予定することが発表された。出走予定であった宝塚記念を大阪杯出走による疲労が抜けていないことを理由に、宝塚記念を回避することが発表された。また、同時に天皇賞、秋に出走したいと表明している。なお、コントレールは2021年内をもって引退し、守護場入りすると、フランスギャロのホームページで発表された。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。父のディープインパクトについては、同馬の項を参照。ディープインパクトと母の父アンブライドルズソングの組み合わせでの GI カチューマには、2014年のアサヒハイフューチュリティステークス優勝馬ダノンプラチナがいる。その他のアンブライドルズソングを 母の父に持つサンデーサイレンス系の種ボバの産区の GI カチウマには東方ジャッカルスワーブリチャードがいる。また本馬がヒーババの父に持つストームキャットを父に持つ繁殖品馬とディープインパクトの組み合わせはニックスとして知られ、この組み合わせで8頭の GI カチウマが誕生している。母のロードクロサイトは未勝利のまま現役を引退したが、その母、 ホークロアは2005年の b c ジュベナイルフィリーズ、メートロンステークスの勝ち馬である。4代父の C、STG の母テイズリーは、北三ブラックのヒーババにあたり、3代母、カントライブの、ハンイモートの子に2020年ブリーダーズカップ、ジュベナイル2021年ベルモントステークス、勝ち馬エッセンシャルクオリティがいる。ありがとうございます。